おかえり、夜さ。あの、どこか具合でも。いえ、そういうわけでは。ただ少し、いえ、言えません。武装勢力との戦闘中に銃でお尻を撃たれてすごく痛いですとは絶対に言えません。治ってますよね。全力で状況の回復に努めれば。一的外れ。その後駅のホームで腹を食いちぎられるような痛みに襲われ、立てなくなったところで記憶は途切れている。ん？は？え、何これ？どうして俺は豚なんだ？ごめんなさい、私にも分かりません。ギルトリン家に仕えております、イエスマのジェスと申します。よくわからないが、僕は豚です。よろしくお願いします。痛い。機嫌を取らねば。デートでもしませんか？デートいたします。早速着替えてきます。お手を。あの、すみません、ガイドさん、私歩いてデートがしたいです。これで794通りのプランがボツになった。ありがとう。よし、ここは私の部屋。私と将来結婚すれば、直也は憧れの妹をゲットできるんだ。リサ、やってやれ。まあいいけど。お姉ちゃん、遊ぼ。これも直也お兄ちゃんみたいなお兄ちゃんが欲しいな。来たー。一丁おごり。買い物でもしましょうか。そんなタイタなものを履いたら傷が圧迫されて悶絶します。ヨロさん、立ってると危ない。どうぞおかけください。痛い。あれは昨日アジトに殴り込んできた殺し屋女。昨日もトイレ掃除、今日もトイレ掃除、明日もトイレ掃除。好きな人と一緒なら何でも楽しいかな。というわけでコウ君に連れてきてもらっちゃった。君に払わないって約束しただろ。汚物を掃除しに来ただけで。源先輩。お待たせいたしました。なんだかお尻の痛みが引いて楽になった気がします。女は毒に対する耐性を持っていた。ごめんよキャサリン。好きです。俺と付き合ってください。私も好きなんだけど。なぜか恋愛対象としてはヘドが出るようなの。ごめんなさい。確かな手応えからのヘド。あまりの落下の高低差に初めて失恋で死ぬかと思った。振られた。小さい頃から弟の世話と仕事であんまり遊んだりできなくて、今日は本当に嬉しかったです。よかったらまた誘ってくださいね。いつでも喜んで。おお、なぜ。薬、もとい、毒の効果が切れた。女心わからん。せやかぼ。もう少しで運命の向こう。行けという。